メッツピアノは、ナルミアインターナショナルの女の子向けファッションブランド。メッツピアノは1988年に登場したブランドで、ナルミアの子供服ブランドにおいては最も歴史の古いブランドである。イタリア語に直訳すると、音楽記号のメゾピアノと同じで、やや弱くという意味である。現在は、ポンポネット、リンジーとかつてはエンジェルブルーと共に、ナルミアの主力ブランドであり、 百貨店のナルミアコーナーの多くを占めている。乳幼児から小学校中学年までの女児をターゲットとしたメッツォピアノと小学校高学年、中学生のティーンにあたる少女をターゲットとしたメッツォピアノジュニアを及びメルティンがあり、140サイズを境に分かれ、百貨店によっては売り場も分かれていることがある。公式キャラクターはウサギをモチーフとした耳とベリエ。 クマをモチーフとしたポポ、ブルーベリーエ、コロンが存在する。ポンポネットやリドジーなどナルミアの他のブランドと比べるとピンク色、水色といったパステルカラーや白色が貴重であったり、筆記体のロゴ、フリルを多用し女の子らしさを強調した服が多い。また両ブランドともバッグやポシェット、財布、髪飾りといった服飾小物も多数発売され、メッツォピアノでは 女子用のランドセルも展開している。2010年代中盤までは、メッツォピアノでは、耳、ポポが、メッツォピアノジュニアでは、ベリエ、ブルーベリエ、コロンのキャラクターをプリントしたり、刺繍やワッペンで表現された服が多かったが、2010年代後半からは、メッツォピアノ、メッツォピアノジュニアともキャラクターが省かれた服が多くなっている。メッツピアノジュニアは1999年頃、 誕生したブランドで2009年で10周年を迎えた。10周年記念で、ラブベリー X リカコ X メッツオピアノジュニアのイベントが模様された。メッツオピアノは、ニコラ、ニコ、プチ、ラブベリー、ピチレモン、ダイデイジーなどティーン向けのファッション誌によく掲載されるブランドである。メルティンは2020年に誕生した派生ブランドで、量産型女子、オタツ女子、 自来系女子のキーワードと大人でも子供でもない曖昧な女の子の可愛いを叶えるブランドというコンセプトのもと小学生高学年以上の少女をターゲットにしたブランドである160サイズは婦人服の M サイズを基準にしているためメッツォピアノジュニアと比べて服が細めに作られている2021年1月現在はオンラインのみで展開されているメッツピアノジュニアで 前述のキャラクターがプリントされた服が多かった頃は派生商品としてキャラクターを省いて大人っぽくしたメッツォピアノクリスタルも存在した。ニコプチの専属モデルが務めている。過去にはラブベリーとピチレモンの専属モデルも務めていた。小中学生向け少女漫画雑誌チャオニで2002年から2004年にかけてメッツォピアノジュニアをテーマにしたタイアップ漫画 シンデレラコレクションが2015年から2016年にかけてメッツォピアノジュニアを含むローティーン向けファッションをテーマにした漫画探偵ミミのオシャレ事件簿が連載された。ありがとうございます。